どうも皆さんはこんばんにちは。ということでね、今回は気球からの降り方ということで、敵に合わない方法が、あるんですけども、それはあくまでも僕の意見なので、ご了承くださいということで、できればですね、今、矢印がありました方向の一番奥に位置する場所ですね。なのでこちら辺なので、この辺を降りていけば敵が少ないです。で、理由としては最近ですね、フォートナイト、キル数をメインにしてる方がすごい多くて、で、それはどうしたらキル数が大きくなるかっていうと、その開幕即降りっていうのをやるんですね。で、即降りるともう今の段階でもうこの左下にあるより敵がねすごいね、もう死んでいくんですよ勝手に。なので、僕がビクロイを取りたい、敵とあんまり戦いたくなくてビクロイを取りたい方はぜひねこちらに入っていただければ、敵は少ないです。はい、ということでやっていきましょう。まあフォートナイトね、結構端に端に、円の外周、この外周っていうのは結構ね敵が少ないです。できればモアイちゃんの近くのところまで行きたいけど、まあ、今回ちょっとやばい、今回ね割といい感じですね。よっ、いやー素晴らしい。よし、ということで移動。さあ、そしてですね、まあ端に端に行ってまあキルをしていくんですけども、あんまりね戦いたくない人っていうのは戦いを避けつつ、資材回収、アーマー回収をしていくと。敵いますね。下にいます。いたな。向かい側にもいたな。入ってきましたね、まあ、こういうのを回収していくと。上か？えい、チッチ、ちょっとポーション飲まれたな。飲みましょう。で、今ね、強いね、パークとしては、ショットガンと、まあ、SMG を持つと。で、SMG、ショットガン、AR 撃ってショットガン撃って SMG で倒すのが結構フォートナイトで主流になってます。なので、まあ、SMG はね、何だっていいんですよ。何だっていいんですけども、このように、武器を揃えていけば、まあ、ある程度の確率でビクロイ取ることができると。で、あとはですね、もう正直慣れもあるので、まあ、遠いところボン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 降りて、で、立ち回りを意識して、立ち回り。そして、ビクロイ確率を上げていくと。で、まだビクロイしたことがない人っていうのは、結構ね、1v1 になっても、結構手が震えてきちゃったりするかもしれません。それはね、僕も通ってきた道、みんなが通ってきた道なので、気にすることはないと思います。いつかその殻を破る時が来るでしょう。で、何回かね、した時に、何回か 1v1 した時ね、もう、10回やっても20回やっても勝てない人は出てくると思うんですよ。しかしながら諦めずにそこでプレイしていくと、どん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 本当に慣れてきますから、たまに勝てたりするんですよ。で、それが癖となってボン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 勝つようになるということで、どんどんね、これからフォートナイトのプレイヤーがどんどん上手くなってくるとは思うんですけども、それに対抗してね、皆さんも、プレイスキルを磨いていってはいかがでしょうか。俺か。
ヘイチッチはいちゃいます。まあこのようにね、結構撃ってくる人がいるんですけども、冷静に対応していけば全然怖くないんで、これも飲んじゃうか。でジュースなんですけども、置いといても敵に飲まれる可能性があるので、できればねこういうのも、他のプレイヤーに飲ませないっていう意味でも、飲んでた方がいいです。たとえ体力が100あってもアーマーが100あっても飲んでた方がいいです。はい、それで、ね、あまり飲んじゃいけない場面っていうのはあるんですよ。例えば敵が来ているとか、もしかしたら、ジュースを飲んで戦いになってダメージを負うのはいいんですけども、もしかしたら一発しか食らわないで回復ができる状態で、今持っているポーションを使わずにジュースを取っといて後から回復するでもいいんですよ。周りに敵がいなかったらバンバン飲んだ方がいいと思います。今はね、戦いが来たので飲まないで、対応しましたけども、まあそんな感じで、まあ小技じゃないんですけども、そんな感じで対応していけばいいと思います。そしてですね、アンチの取り方がですね、シーズン5になって変わりました。それは最終地点のアンチがわからないっていうことで、最終地点のアンチには結構ね、アンチで死ぬことが多いんですよ。なので、まあどうしたらいいのかっていうのが僕自身まだわからないんですけども、どうしようかなみたいな、ちょっと悩んでるんですけども、まあ間違いなく、アンチの中心で、そして高いところにいたら間違いなくビキロイ確率は上がっていくかなと感じですね。高いところいてもいいんだけど、アンチがちょっと遠い場合は、まあ場面ですけども、高いところを捨て、ど真ん中に行く勇気も必要ですね。で敵が目の前にいます。まあこういうのも詰めて、こんな感じで、はい、ってことで待ってたら銃声がしましたね。あ、下でやり合ってんな。あ、敵が来た。で、こういう場合はそこにロケラン。オーケー。このように周りを見て音を聞いて対応していけば結構楽に倒せます。スナイパーがね、フォートナイトで一番危険だと思ってますんで、皆さん本当に気をつけてください。まああとはロケランぶっ破したり、まあいろんな戦い方ありますけども、であまりね、こもるようでしたら全然とつってもいいかもしれないですね。さあどうする。さあこういう風に高いとこから、敵を見つけていくってことで、まああと2人のプレイヤーがどこかにいるんですけども、あ、撃ってきたね、こっちか。あ、いたいたいた。せいせい、おっと危ない。オッケー、できればすぐ解放してください。Oh my goodness! ということでね、
まあこのようにね、フォートナイトソロ、立ち回っていけば、かなりの確率でビクロイ取ることができるので、皆さん真似してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではグッバイ。